OK。おもろいコメント読んじゃう、本当に読んじゃう。ちょっとさ、キレがないわ、ダメだわ。普段はね、もっともし今日昨日の夜とかめちゃくちゃおもろかったのにな自分で言っていく、重たいな。チョイスさん、クマありがとうございます。え、ベアトリスがいいわ、じゃあやるなら。眠たい。今日の昼も良かった。過去はビッキー、昨日はおもろかったんよ。一昨日がどちゃくそに面白くなかったんよ。昼寝した。リガコのリーは賢いっていう意味だね。そうなんです。これはモミジって変換できるので、モミジで打ってみてください。褒められると照れるのに自分で褒めるやん。そうよ、だから自分で褒めるから褒めないでいい、いい縦ロールやりたいな。雨降ってると調子悪いからね。そう、眠いから、そう眠いから、眠くてちょっとキレがないだけなので、よかったらね、よかったらね、よかったらフォローして別の日にもうまた見てに来てください。昼寝したので昼寝したよ。ブログ書いて寝て、ブログ書いてないじゃん、ブログ書きながら寝てみたいな感じ。伸びちゃったね最近。眠い日ね、そう眠たいの。マナシャンさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。かわいい声で、かわいい声で、かわいい。こっちの方がわかりやすいでしょって思った。ありがとう。いろんな、え、待って、流れちゃった。かわいい洗濯バサミですね。洗濯バサミじゃない、髪の毛のピンだよ。やっぱりそう、遅いなって思ったでしょ。写真悩んでたらね、寝てました。猪之助もやるよ、じゃ嘘無理。髪型にこだわりありますか？全然ないです。何でもやるので、よかったら意見ください。いろいろやりたいね、鬼滅もやりたいです。ブログ書く前に青木りかちゃんのショールーム見て、壇上登って写真選んで見ながら寝て、あっって思ってブログ書いて送りました。コスプレドンキ買いに行けない、今ちょっと買いに行けなかった。高いツインな、高いツインだけは本当にね、勇気が出ない、勇気が出ない、本当に似合う自信もない。洗濯バサミに見えますね。これはピン止めです、洗脳します。じゃあこれが洗濯バサミだとして、これは何になるんですかね。眠すぎた、まあね眠いよ眠いよ。今来ました、ヤッホー。今日の豆返信しないや、そんな日もある、明日しよう。シリウスさん、こんばんは。こんばんは、ヤッホー、やっほーやっほー。こんばんは。大学1回生と大阪の、そうです、自己紹介します。じゃあこれスプーン、スプーンじゃない、これ髪の毛のピンです。大阪府出身の大学1回生18歳の木内理香子です。リカピって言います。そう、スプーンじゃないです、これはスプーンじゃないです、ピン止めです。洗脳しました。やっほい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 、むむむさん、リカピリカピ。あ、自己紹介、キャッチフレーズやりますか。はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。よかったらね、フォローしてってください。頭に飛行機着陸してます、知ってますね、飛行機みたいなピンでしょアーゲンダッツ買っちゃった友達が買ったハーゲンダッツについてたスプーンもらっちゃったっていうのが正解なんですけど。西井美穂ちゃんと話しますか。話します、めちゃ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 喋り話します。もう遊びに行くし、二人でモバメ撮ってみます。ありがとうございます。今日ね、めちゃくちゃ簡単なチョコムースのレシピを送りました。あ、でも今日のはもう届かんのか、明日からまた送ります。下もドラン、ごめん、誰が頭かんくうや。でも分からんよそれ、だそれは本当に分からんよ雪見大福に出ます。いや、誰が丸顔やって。ハーゲンダッツ美味しいよな。また来てしまった、ラブシチュエーション。みゆちゃん可愛いね、みゆちゃん可愛いね。ダンスなんかちょっと悪いみこし。今日ももめ泣いた、なんでなんで、もう送らんかったらよかった。
やんのか、やんのか。チョコムース作ってそのスプーンって、あ、そうしよう、そうしよう。あれマジで簡単だからね、すぐ作れるから。丸顔が好きなんです、それは運命。頭飛行機聞いて、え、誰が関空やねんって。やほやほ。作ろうと思います、ありがとう、ありがとう。知らんぴよな、知らんぴよ。耳の上のスプーン、これスプーンじゃない、ピン止めよ。たこ焼きおいしい、たこ焼きおいしい。名古屋来てからもうタコパしてますよく。とりあえずだから私はイベントじゃなくて毎日30日をとりあえず頑張ります。まあ頑張るっていうか、やりたくてやってるだけなんで頑張るでもないんですけど、レシピしながら作ろう。眼圧、誰が言った、三空港やで頭。勉強はできる方やと思われる。そう、スプーンね、お腹空いた時のために。スプーンって言っちゃった、ピン止めだから食べません。あ、やらけんさん、クマありがとう。あ、もうさん付けで呼んじゃうから、もうさん付けでいいですか、ごめんね。クマありがとうございます。スキピーありがとう。うまみじゃないやさん、ハートありがとうございます。もばめで泣いたら取ってないけど、いや、なんでやねん、膝痛くなっちゃった。かなちゃんがタコパしてた、嘘。来週のレシピなんやっけ、なんやっけ、豚骨スープ。本当にそれでいいの、皆さん、皆さんなんかないですか。ブログ読んできた、めっちゃおもろやん。じゃあカキさんもぜひ質問してください、もっとたくさんたくさん。皆さんも家系ラーメン食べたいわ、普通に。夕方モバイル届いてない、嘘、なんでやろ、なんでやろ、見なくていいよ。じゃあダメ豆さん、ハートありがとう。毎回どっかショールームで痛めて、そう、なんか足腰が痛くなっちゃう、ずっとしゃべ座ってた。え、ラーメン作んの。あ、私そう、生物基礎でね、全国もし1位取ったことありますので、ハーゲンダッツ食べるの違う、これはね、刺さってんの。こんばんは、こんばんは。そう、最初は何作ったっけ、最初何作ったっけ。見なくていいよ、明日から見て、明日から。すげえ嬉しい、自慢したみたいになっちゃった。ラーメン作らんよな、さすがに。自分作ったことないもの、あ、そう、ささみのおつまみ、ささみのおつまみ全国一はすごい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。生物学的に美味しい、分からん、それは考えるわ。で、得意ないものを送りたいから、ちょっとあんまりラーメンは期待しないでください。ラーメンは作ったことないから多分送らんな。あー、そう、ラーメンのスープ、スープだけ作ったんですよ、私暇だったから。でも豚骨スープっていうか、なんか普通にラーメンのスープみたいなのを作っただけで、その豚骨の出汁を取ったりはしてない、さすがに。そうそうそう、結局美味しかったからでもつけて、あ、親子丼にしよう。じゃあ親子丼でいい、カレー、カレーはね、あの、私はインスタントコーヒーをちょちょいと入れます。普通のカレーのレシピでも同じやつね、やってみてください。あ、おつまみのレシピもやりたい。じゃあ親子丼の、親子丼いい、 OKOKOK、 親子丼、親子丼、親子丼いいじゃん、オッケー、親子丼、オッケーオッケーオッケー。スキップできませんが、スキップの話を、スキップとは距離を置いたって自分から言いつつ、今日のブログでスキップについて触れてしまったからもうダメ。親子丼好き、オッケー、スキップ。ピッツァを生地から作って、ピッツァ生地から作れるけどね、釜がない、家には。バイト先には釜があったからできたけど、親子丼、うん。鶏肉苦手、嘘、ちょっと考えるわ。ビターチョコもね、入れたことある。でも私的にはインスタントコーヒーが楽かなって思った。何の親子、まあ、父を取りかなって思うんですけど、親子丼も一応ね、ちょっとまだ考えてない、何個かあるので作りながら考えよう。スキップできそうな顔ってなんすか。それは期待外れやん。
そっか、鮭といくらでも親子丼になるんか。味噌もね、いいんですよ。スキップいい武器ありがとうございます。ちょっとでもできるようになりたい、どうしてもね。アイドルの曲で一番好きな曲は渚のイメージです。渚のイメージです。あ、月サーモンもしました。大チョコピマルさん、尊いありがとうございます、ありがとうございます。そう、スキップできない子です私。わかりますか。そう、よかったらねフォローしてください。どこかしらか、どこかしらかフォローしてください。あ、唐揚げのレシピもいつか送ります。唐揚げのレシピちょっと邪魔くさいくらい長いんですけど。そう、以前先輩話したことないですね。口回るのに足回らないんです。そう、うまい。ルピコピさん、誰もありがとうございます。ありがとう。洗濯バサミちゃうて。できない方がいいってめっちゃ言われるんですけどね、どうしてもできるようになりたい。泣き虫ちゃうわ、泣き虫ちゃうわ。泣き虫でよく寝る子はもう赤ちゃんよ。スキップできそうなヘビ、それはそう。あ、麻婆豆腐もじゃあちょっとメールでね送ってください。とりあえず来週は親子丼にするので、それ以降のレシピで作ってほしいのあったらください、返信で。そうね、一人暮らしでねちょっと揚げ物しないね。だけどこのちょっと何で、すぐ泣いてないよ。個性それだけじゃないよ。静岡で指さして笑って見てくれました、エコパーリーノに来てくださった方は。歯が可愛い、刃があります、刃が。赤ちゃん、違う、赤ちゃんじゃないです、やめてください本当に。歯が、はい、2回同じこと読んじゃった。ハート何本投げても100ないけど、チートやん。チートやん。うん、魚も食べないねあんまり。なんて素敵なラブシチュエーション。そう、あるんです、やば。バブミ。そんなんきつくない、だって丸顔でさ、すぐ泣いてすぐよく寝る子が推しですとか言ったらさ、赤ちゃんやないかいってなるやん。エコパン襲撃でした。絶対言わん、絶対バブーとか言わんから、絶対言わんからな。やんのか。あー、石津ちゃんだ、石津ちゃんだ。赤ちゃんかもしれない。違うわ、スキップできたってファンそんなに増えるわけ。でもどうしてもできるようになりたいんです。あ、ヒーさん、ハートありがとうございます。正面向いて、はい、どうですか。大阪人には見えないけど、うっそ、めちゃめちゃ大阪人やで。わ、うちめちゃゴリゴリの関西弁やでって。しょうもねえ。そう、生まれながらなんでやねんって言いながら生まれてきたので、フォアグラのソテーなんか作らんよ、そんな。もうどこに行っても作らん。最年少って誰が最年少やって。赤ちゃんやめ、こんなんつけたらやばいよ、やばいよ。スキップやってないって。あ、ごめん、ちょっと愛想笑いがお上手で、ありがとうございます、わざわざ気を使って笑っていただいて。あ、キウチさん、やっほー。結局丸顔ね、ちょっと嫌なんですけどね。スキップできたらネタなくなりゃあるわ。ちょっともな、え、それしかない、逆に聞きたい、それしかない。関西弁ヒリヒリレベル下がってる。もうね、私はね、名古屋スキピーだから、名古屋スキピーだから、愛知県スキピーだから。関西弁だいぶ笑ったでしょ、でしょ。ちょっとリップなくしちゃった、リップなくしちゃった。中期で一番面白い関西人は誰ですか。はい、はい。顎でこして おやすみなさい。嘘、早くない、ちょっとだけ、ちょっとだけ早くない、あとちょっとだよ。そう、空も飛べるんですよ。あと30分、あと30分やります。一番おもろいで、一番おもろいで、やんのか。どう、ゆうぽんさん、かわいい、ありがとうございます。
そう、関西の人と話してると関西弁になるし、だから青木りかちゃんとか西井美穂ちゃんと電話したら関西弁になる。そうそうそう、こんばんは、こんばんは、やっほー。その写真はこれね、ちょっとね、もう 壁からもう生み出された写真だからね、ちょっともう変えられない。カラオケは、あ、もうすぐやります。あの今イヤホンをお母さんに送ってもらってて、ネットでも購入してて、どっちが先に届くかデスマッチやってるので、届き次第やるので、よかったらフォローして待っといてください。そう、飛んできたんよ、飛んできたよ。みおちゃんと、あ、みおちゃんと話したいですね。滑り知らずですか。はい、リップリップ、これ違うやつなくしちゃったデスマッチ、そう、完全にデスマッチしてるんで。グワッさん、タコありがとうございます。余った方はね、ちょっとプレゼントします。壁、風に飛ばすのでね、誰がキャッチするかをやっていただいて、おもろいて、おもろいて戦いましょう。あ、飛べますか、一緒に。じゃあ一緒に飛びましょうね。バラさん、あなたもありがとうございます。おたげかな、おたげかな、どういうこと。あ、そうそうそう、飛ばして、風に飛ばしてね、行きたいなって思っております。はい、いいか、はい、いいか。お母さん vs Amazon の、お母さん vs Apple、 Apple うちおとさんで、アイル口好きです。アイル口ですか。なんか最近ね言われるんですけど、そんな、そんなつもりはないで、そんなつもりはないで。リップいつもと違う、そう、あのいつも使ってるやつつけてたんですけど、ちょっとなくしちゃった。だから近くにあったこちら、キャンメイクのやつですね。これちょっとね、妹からパチったやつ、大阪から。ママはシマウマ、シマ、そうそうそう、シマウマはシマウママだからね、くしゃみ止まらない。そう、噂しされてんじゃん。 I can fly、 yeah yeah。 テキポンさん、ありがとうございます。これはね、ダイオイカのキーホルダーなんですけどね、甘えばオリイカ、すーぐパクリや、ごめん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 、パクパクピパクピ。タケポンさん、ありがとうございます。こばん、これは妹からパクった、正解。ギャグじゃなだけじゃなくて、パクってなんぼやないよ、関西人は。関西人はパクってなんもないよ。キーホルダーなのか、これね、ずっとつけてた、高校の時にリュックにネタとメイク道具一回だけやん、両方とも。もうタケポンさん、ありがとうございます。そんなおもろないし、パクピンも大丈夫、どういうこと、もう分からん。周りから光やん、違う、ダジャレ一回パクっただけやん、リップちょっともらっただけやん、妹やん。嘘泣き嘘泣きはするけど、ガチ泣き、それはもうバチバチ。噛んだー、許す、ありがとうございます。妹の誕生日にぜひリップをプレゼント、いやーです、いやーです。お手紙あげる、お手紙ラブシーチョンパクリ、ラブシーチョンパクリじゃない、ちゃんと自分でね、自分で高校の時にね、はい、生み出せたやつだから。いや、じゃあ誰が元やんやってやんのか妹ごめん、泣いてる、ごめんな。ペンタリオンブルークにつけたら当たり前よ、そりゃ当たり前。今ノーモーションで嘘つきました。こんなにリュックにねつけれるわけがない。あはは赤リップが好き、そうだね、濃いのが好き、濃いピンクか、まあ赤リップか。それが手じゃないか、そう、そうです、そうですよ、そうですよ、それは知らない、それを疑われるのは仕方ないノーモーション。喧嘩しても好き、喧嘩しよう、喧嘩しよう。モーター SK 今度来ないと思うな、わからんけどね。でも妹の方が可愛いです、全然、それはそう。そう、見てくれたかな、リカちゃんブログ。ペンタリオンブルークより、ペンタローがリュックみたいになるから、それペ
ペンタロウのキャッチレーズちょ考えとくわ、めちゃくちゃおもろいやつ考えとくわ。喧嘩しよ、喧嘩しよ妹は誰をしないの、誰をしないやろな、多分あんまりアイドルにな興味ないんやと思うわ。イモピの方が可愛いで、白田おらん、白田おらん、白田のみおらん、興味あります、あります。そう、あやのけんさんいいね、ありがとう。うん、妹とは違う、顔の系統が違うから。妹は丸顔じゃなくて顎がもっとがって、顔がちっちゃいから私とは顔の系統が違う。私のことを可愛いと思う人はちょっと可愛いと思わないかもしれないけど、私は全然妹の方が可愛いと思う。やだよ、もうやめてよ、そんな身内で。あ、ママピの方が可愛いな、そうだな。白田さん食べられたから、いかに綺麗系、そうね、どちらかというと丸顔好き、ありがとうございます。ママピ好きピ、あ、複雑な気持ち、複雑な気持ち。タケポンさん誰もありがとうございます。もうドライアイがすぐすぎる、ルー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 、わ、今の言い方好きな人好きになってないんですか逆に。え、どういうこと。ん、高校生の途中で普通の女子高生からメンバーになって環境変わりましたか。全然変わらなかった、受験してた、受験生してたからバタバタしてた。妹はね本当に違うの、そんな系統じゃないの全然。イモピスキップできる、イモピはダンスができる、多分わからん、今はわからんけど昔。食べられました、ご愁傷様です。バス、いや誰が顔面バスケットボールやって妹と出かけたりする。なんか大阪にいた時はあったけど、あ、名古屋にも一人で泊まりに来てました。妹おもんないで、マジでそれだけはさ、妹の方が可愛いけど妹の方がおもんないそう、1月にね卒業しちゃったし高校、そんな日がなかった顔面とバスケットボールやめて、ほんとに頑張ります両立、仲良しよ。ツッコミ嘘、ごめん。元バスケ部です。一生。うん。ミクルン？ミクルンはね、ミクルンはね、めちゃくちゃ、めちゃくちゃめちゃくちゃに可愛いんです。めちゃくちゃめちゃくちゃに可愛いのに、可愛いって言ってくれてるから、もう、なんかもう、なんかもう、恐れ多い、恐れ多いってなるんですけど。ミクルンはね、大人です、本当に。尊敬できる。ダンスもね、うまいし。おもろない大阪人おらへんやろ、それはそうなんだけど、妹は面白くないんよ。二人姉妹、元バスケットボール部よ。ボール役やめ、誰がバスケットボール部ボール役や、ダンクできん、ダンクできん。二人よ、顎治った、顎治った、ただいまおかえり。顔面テニスボール、あ、それは褒めてるわ、ちっちゃいもんな、それは褒めてる、ありがとう。面白さで、まあそれしか取れんのよ。ちょっとこれかぶっちゃうな。暴力って大活躍、そう、一番動いてんね。でも違うの、本当にごめんね。スキピ、あ、オッケーオッケー、スキピって言われるまで3時、オッケーオッケー、スキピって言ってもらえるのに頑張ろう。違う、本当にね、バスケットボール部の時は、まあ一回も試合は出てないんです。一回も試合は出てないし、パスの時に骨折してやめちゃったので、バスケ部を名乗る資格はないなっていう自分でも思うんですけど。大阪、アメちゃん、はい、どうぞ。キャッチして、こうやって。え、ちょっと出さして、ユニ、一試役は嫌やわ。やんのか、お願いします。やんのか？好き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 、リカピも好きピ。リカピ好きピ、リカピ2で違うな。リカピの好きピ、もうわからんわからん。お疲れ。顔面ビーズ、いや、それは褒めすぎやわ。褒めすぎやわ。こうやって雨キャッチするの。体育のバスケで寝出したことあった、ね、体育の授業はなんかバレーボールとかしかやってない、なんかゴルフもやってました、1年間ゴルフ授業で。めっちゃ可愛い声してる、嬉しい。すぐ何々やって何煽ろうとしてるやろう、
やんのか、これ何ですか、わからん、なんか気づいたら生み出されてた。やんのかこれ。先に寝ます。嘘、起きてよ起きてよ、あとちょっとだよ。スリーポイント届く、届かん。走れるの、小学校の時までは走れた、今は走れない。声はか、声はってなんや、声はって、性格もやん。歯も好き、歯これは流れがいるからね。今日もそんな可愛いとか言わないんで。全然セレブの学校とかじゃないですよ。授業でゴルフはありましたよ。全然セレブとかないよ。今日もリカベアーシ見えてネギポバトはありがとうございます。ちょっと名前の由来が気になるので、ハッシュタグみょみょみょで教えてください。やんのか、よかった、やんのか、できた、スクショ。そう、授業で1年間ゴルフをやってました。短距離と長距離どっちが得意？短距離。あ、でも今は長距離かな。いや、わからん、どっちも苦手。目も鼻も口もスキピ、嬉しい、スキピ。違う、もう違う違う、ペンタロー、ペンタロに向けての。あ、次のブログの質問を一緒に考えましょう。じゃあ、めちゃくちゃおもろいんだな、めちゃくちゃおもろいんだな。意味はない、意味ないんかい、意味ないんかい。やっぱり、ごめんごめんごめん、レイアップできない、レイアップできないけどね、元バスケ部。スキップできんし、足遅そう。じゃ、足早かった時もあるんよ。やんのかって、やんのか、いいキャラになりました。正直もスキピー、そう、ドレッシャーかけ、体験入部レベル、そうよ、本当にそう。だからちゃんと私は青空クラブって言ってるじゃないですか。ま、いい、癖強、癖強い。バスケ部でもレイアップできない子だっているよ。いただきました。にゃんのか？これな。泣いてない、あくびしただけ。何そのクラブ、青空クラブっていうのはよく突っ込んでくれました。ちょっと言わないで、ネタバレしないで。青空のうちにお家に帰ろうみたいな、青空、今青空だから今のうちにお家に帰ろうって、青空のうちに帰らなきゃっていう部活。やんのかがかわいすぎるの、おさんのか。青空クラブ、ピークラブ、あ、いいね、いい、踏んでるわ。フリースローは届く、さすがにな、さすがに届くな。帰宅部ですね。ナイスツッコミ、ありがとうございます、ありがとうございます。めっちゃ関西弁やで。いや、そう、帰宅部よ。雨の日は学校に行ってもいいですか。うん、雨の日は、ね、部活お休みなの。そんな毎日毎日部活ない学校、部活もあるでしょ、週4とかの日もあるでしょ。だから雨の日はそう。普段はちょっと不意にね、帰宅部って言っちゃった時も、あ、帰宅部じゃないんですけどね、帰宅部って言っちゃった時もあるんですけど、青空クラブです。皆さんもね、もしね、青空クラブだったよって方がいたら、なんか何部だったって聞いたら、青空クラブでいきましょう。本当にめっちゃ関西弁やで、めっちゃ関西人やで。じゃあおやすみ、寝るの、寝るの、ちょっと待って、もう終わるからちょっと待って。家に帰るタイム、タイムは競わない、あの晴れてるうちに帰ろうっていうだけ、それだけ。おもろいな、じゅ、マジ好きになったわ、好きになったわ。青空クラブ、お、帰宅部、帰宅部じゃないです、青空クラブですね、やめてください。青空クラブ、心の音部でしょ、絶対性格いいやん、絶対性格いい、絶対性格いい、すごい、柔道部すごい。夕焼けクラブ、あ、そうね、夕方までね、ま、ちゃんと待って、偉い、私はもう青空で帰るよ、全然。そう、放課後レースしてたんだから、いろんな意味でね、違う意味だけど、よく喋る頃関西、あ、そうやな、関西人弁やからな。そう、耐えちゃうわ。明日も配信する、します、30日目指す、30日までだけとりあえず目指す。すげえ、ゴリゴリのみんな部活入って、絶対青空クラブの方がいいよな。雨の日は部活あれ休みなの、週、だから週5とかになるよな、週に2回目振ったら部活は週5ない。青空クラブいいやろ、
それはクラブ少数派って悲しい。一緒に頑張ろう、普及しよう。野球部すごい。マージャーとかわいい、ありがとうございます。アリカピアンヤッホー。早弁はしますか？早弁はしないね。朝ごはんを1、2時間目には食べる。吹奏楽部、まあそれも一緒だから一緒や。吹奏楽部に入ってた期間もあるで。合宿はありましたか？合宿はね、ある。友達ん家に泊まるときはね、合宿。青空クラブイエーイ。夏休みも青空クラブあるの？ないないない、そんなんやらん。吹奏楽部な、ちゃんと楽器弾くんよ。そんな泳いで。剣道部いいな。妹剣道部です。インターハイ青空クラブのね、部長だから。それ早弁、え、そうなの？え、お昼ご飯を早く食べるの早弁って言うんじゃないんですか？朝ご飯を1時間目に食べるのは早弁じゃないでしょ。分からん。会いたいな、本当に。土日は活動なし。うん、土曜日はね、活動した。土曜日学校あった。日曜日だけ休み。私が代わりに食べてあげるよ。エアー吹奏楽部でもね、本当に聞いてほしい。本当にね、吹奏楽部もね、本当にね、ダメダメだって。私がダメダメで、でもね、頑張ってコンクールには出ました。コンクールに出れるメンバーにはいました。出れました。弾きました。え、早弁はさ、ちょっともったいない気するやん。だから朝ごはんを持っていくんよ、別に。そう、イモピと気が合うな。イモピ、そう、イモピ剣道部だから。高校生の頃は自分で弁当作った。学年によります。受験勉強が始まるまでお弁当自分で作ってました。エアじゃなくて、そう、弾いてるんよ。ちゃんと知ってて、ちゃんと知ってて、すごい嬉しい。コントラバス大事よね。ありがとう、分かってくれる。2つ弁当持っていくのか。そうね、そういうことになるね。でもお弁当箱は持っててなかった。ラップに全部包んでポケットとかいろんな机とか筆箱とかいろんなところに忍ばせてた。卵割れるで、料理習っとったで。イモピは妹ないよ。そう、反対やね。妹は剣道部頑張ってます、めちゃめちゃ。ポケットからおにぎり入れてくる。これガチなんですよ、本当に。やめて、嘘じゃないか。青空クラブと剣道部だったら青空クラブの方が可愛いじゃん、名前が。ゴンダルバスより可愛くて、あ、そう、嬉しい。そう、嬉しい。不衛生じゃない、大丈夫。ちゃんとすぐ食べるから。料理教室はいつからやってた？高校生の時にちょっと行ってた。でもバイトを始めたので、バイトでキッチンをしてたので転身しました。そう、内勤室。大学では休み時間のためにお菓子食べていいな。ちょっと私も友達作って、早く友達作るわ。めちゃくちゃ喋るって言ってくれるけど、そんなに今日は喋ってないな、多分。切り絵とく、やったことがあんまりないよな、ちょっとごめんな。妹にしないと疲れたことある？ないない。穏やかな生活送ってますから、ちゃんと。権力変わらない。友達いるじゃん。いないんよな、まだちょっと大学に友達いないんよな。コンダラバスよりでかいから、マジそれはそう。自分から話しかけるんやで。無理。話しかけてください。キッチンきちんとやってた。料理の学校いいな、いいな、憧れる。妹が優しいんや。違う、私が優しいんよ。広い心で受け止めてるんよ。友達なんのか。50カウント完了、ありがとうございます。友達ね、お腹鳴った。友達探したい、本当に。作りたい。リカピはリアンがいるじゃん。そうだった。大学に友達いなくても10期のみんながいるから寂しいよ。それは寂しいよ。
妹におもんな、妹の方がおもんないからね、全然そんなに言われない。見てたら本当にごめんね、見てたらちょっと LINE してねって大学ぼっちきつい本当に。ヤナケンさんファイトありがとう、ありがとう。承認欲求でしょじゃなくて友達募集中って本当にね、あり、それは本当にあり、本当にあり。しないとこのドラマ、あ、夢で戦うんです。なんで、なんで、なんで振られた、今友達になるの、振られたわ。今のピョもんないぞ。6000人今日5000人で写真撮りましたっけ、撮ったっけ、撮ったっけ。ぼっちでスキップも歌いたいな。パチ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 、ありがとうございます。撮ってない、撮ってない、撮らなきゃ。写真撮影させてもらいます。はいはい、チーズありがとう。あ、もう一枚撮っとこう。はい、オッケー、ありがとうございます。そう、いつも5000人で撮りたいんですけど、今日撮ってんのじゃ、撮った目つぶった、あ、ごめん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 、あ、よし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 、コーラロンジ正解。ちょっとごめん、もう撮っちゃった、撮っちゃった、ごめんね、本当にごめんね。妹とどっちが生徒会の、私、イエーイ、あ、ナイスナイスナイスポーズ、ありがとうございます。フェイスさらされた、あ、ごめんなごめんな、無料で使ってごめんな撮影、あ、それはちょっと無理だしね、もうだって撮っちゃったもん、撮っちゃったもん、しょうがない、撮る前に言ってもらわないと。青空クラブ員に、あ、入りますか、皆さん青空クラブですか頑張るわ、とりあえず今日のまとめは、だから今日のこの配信は、だからイベント参加するかどうかの話だったんですけど、だから私は申し訳ない気持ちなんですけど参加はしないので、毎日を30日頑張ります。今14日だからお願いします。それでまとまった、だからこれでもうこの話は、今日の話はこれでまとまった、あとは喋るだけ。いやだって今は青空クラブできないけど、その青空クラブの気持ちを持っとかないとダメなんや。泣いてない、すぐ泣かせようとして、本当に分かった、 OK、 ごめんな本当にごめんなって、そんな話だったっけ、そう、そんな話にした、そう、参加しないことにしてしまった、ごめんなさい本当に。多分ね、そう、飛んでくるのがね、飛んできて飛ばしていただくのがね、ちょっと向いてないわ多分私には。堂々として、 OK、 分かった分かった、ありがとう本当に。モバメトロありがとう。そうそう、多分ね、多分だからイベントにはこれからもあまり参加しないかもしれないけど、やる気がないとかじゃない、本当に。そう、その話をちょっとね、最初いらっしゃらなかった方もいたので、 いい子とかやめて、そういう褒めないでって言ってるんよやめよ、もうそれもう、なん急にそんな褒めるんですか、だからもうブリッカー、ブリッカーさんかってよかったおもろいコメントしてマジで、あさせに行くチャンスとかないんよ、もう泣いて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 、本当に、本当にね、ありがとうございました。オーディションの時にね、本当にね、すごい、もうマジで投票やった時にいて、自分が感謝しかない。無事合格したのでしばらくはいいかなって思います。ティアイさん、ありがとうございます。オランダには誰もおらんだ、100点。楽しくさせていただきたいです。なのでね、どちらかというともう泣きたくないので、喋
る配信をします。ごめんごめん、おもろいコメントして。ハートやこ投げてありがとうございます。そう、オーディションの時は投票やったんです。10期生は今誰がこけたって言ってるんやって。泣いてないよ、泣いてないよ。もうおもろいコメントしてよ。そう、流そうとしてくるね、層がいるから。ちょっと本当にほら、リカピらしくでいいからね。そういうのありがとう、ありがとう。そう、受かったことがすごい嬉しい、マジで。面白いコメントって何かでか、もうそれはね、判定します。こんばんは、こんばんは、久々。面白い、嬉しい。もう、いるかいるか。でもね、ちょっとちゃんと見に来てくださいね、私の配信も。ちゃんと見に来てくださいね。今の気持ちは何シチュエーションですか。眠シチュエーションです。レシピありがとう、作ってね。大根持って、大根ら、おもろい。私が考えたから、それはまあおもろいに決まってるんやけど、おもろいわ。面白い、面白い猫、すごい、それすごい。モバメトロの濃厚です。ぜひね、ぜひぜひ見てな、見に来てな。そんなことはナイジェリア、おもろい。ノアコメント、それミニコンやつやん、ミニコンやつやん。見に来てな、見に来てな。30日目指すから見に来てな。人のダジャレには厳しい、そう、自分には甘いのにね。最低やんそれ。リカピのも見に来てな。リカピしか見、嘘とか言ってきゃ、信じてっからな、信じてっからな。やんのか。来れたらちょっと来てなかったですもんね、毎日来てくれたのに。怖いわ、スクショしたら判明になってき、ちょっと待って、ダメ、判明なんてさらしちゃダメよ。行くわ。取れた。30日達成したら泣くで、あ、泣くな、それは泣くな、それは泣くな、泣く、誰が泣く、ミシやって、泣かん。てかね、なんかね、ハッシュタグつけてね、みおちゃんと電話してほしいみたいながあったので、電話したいなって思ってる。みおちゃん見てもらうかな。みおちゃん、だってみおちゃん半目をネタにしてるのかと思っちゃった。もう一回、はい。泣いてないんよ、本当に。受かってからね、受かって以来泣いてないんよ。でしょ。スクショしたらスプーンしか出てなかった。いいよ、スクショタイムだよ。仲いいよ、本当に。いや、別にそれはなんていうん、違う。だからなんか目標がないと思われたら困るから、そのせっかくね、初めて参加できる機会だったのに参加しないっていうので、なんか目標低いと思われたら嫌だから、とりあえず私はなので、この期間の間だ、30日を目標にして頑張りますって意味ないよ。みえ、もうすぐそんな言うやん、ひどい。半目と白目どっちのスタイルいいですか。より目、より目よ、それは。より目、処刑の対比。これな、これは泣いてるわ。かわいいっしょ。でもハーゲンダッツは正直あんまり食べないな、つけてるだけ、つける専門。よ、それでお願いします。本当に情緒不安って間違いない。それスプーンですか。これヘアピン、これヘアピンよ。好きなアイスはパピコ。そう、50分になったら壇上読んで終わります。ちょっと早いけど、あと5分で終わる。焦らずゆっくり行きます、穏やかに。ちょっとダンス練習しなきゃな。結局最後まで見てしまう。スキピパクピー似てる。半分こしよう、半分こしような。やるよ。
はいはい。子供やもんで。ハーゲンダッツつける専門です。ハーゲンダッツはね。明日5時半起きだから起こしてない。無理ー。絶対に無理ー。夕方の5時半に起きような。いい夢見ろよ。いい夢見ろよ。もうね、嬉しい。見てくれて。今日も見てくれて嬉しい。ありがとう、本当に。ありがとう。本当に。ありがとう。キャッチフレーズじゃあやりましょうか。そろそろなので。いきますね。あなたの、あ、ちょっと待って、初見の方も、いつも見てくださってる方もいらっしゃいましたら、あなたの好きピュアって来たら、リカピーって言っていただけると嬉しいです。いきます。あなたの好きピュアリカピー、ピークラブを届けます。ラブシチュエーションしませんか。あ、大阪出身18歳の大学1回生の木内リカ子です。よろしくお願いします。リカピリカピありがとうございます。リカピリカピオカピじゃないですね。リカピアイモピイモピじゃない。イモピを押さないでください。ネムピアネムイです。ありがとうございます。タコパタコパは違いますね。タコパはおもろいわ、ちょっと。イカイカじゃないですね。イカじゃない。ゆかりゆかぴでもないですね。あ、ゆか初見ですか。初見じゃないですよ。よろしくお願いします。リカピリカピありがとうございます。ありがとうございます。アパアイモリカピアゴアゴなりました。なんて素敵なラブシチュエーション。この中で定番なんちゅう振られるから答えちゃう。イカビじゃない、イカ水じゃない、やめてくださいね。誰がイカ水やって、おカピカピやめて、カピカピやめて、急になりそう、急にみんなボケたがりなんだから本当に。誰がケロケロケロピア、やめてください。本当にカキピーじゃないですね、お腹ピーじゃないですね、やめてください。本当にリカピー、あ、ふー、お疲れ、パピコ、あ、正解です、 OK です。もうもう、あ、キウチリカコ、はい、何でしょうか。ちょ、背中かゆい、楽しすぎる、楽しすぎる、ルルルル、もうほんとよ、リカピーって終わって、リカピリカピなら私もね、ちょっとなくしたらダメなとこがなくされて劇場でこうなったら事件ですよ、ほんとに。やだやだ、そんな、あなたの好きピアンって聞いたのに急になんかプリンとか言われて、わけがわからん、わけがわからん、バスケ誰が丸顔やっておもろい、笑ってる場合じゃないんですよ、ほんと。この流れが楽しい、よかったよかった、毎日ありがとう、ほんと。もうスキピリカピな、ほんと変なんやらんでよ、ほんと。タコパはおいしい、ピアンダのスキピはピー、どういうこと、どういうこと、ボケんでいいよ、いや誰が丸顔やって、スーパームーンやめて。今日は昼も夜もブログもありがとう、レシピもな、レシピもな、言わせるスタイル言わせるスタイル、毎日楽しいわ、前ありがとう、ほんとにほんとにありがとう、こちらこそ楽しいわ。ゆかぴで送ってしまった、ほんとに、でも事件事件グッドナイト、グッドナイト、期待してない、やめてくださいよ。ありがとう、いいこと言うやん、皆さん珍しく。あ、もう治ったから、夢夢で会おうな、夢で。もうほんとにほんとにね、眠たい唇が可愛い、嬉しい嬉しい、毎日ありがとう、いやもう嬉しいよ、そんなこと言ってもらって、こちらこそありがとういい夢見ような、いい夢見ような。明日どうする、明日どうしよう、ちょっと待って、明日、明日の天気見るわ、天気次第やから、天気次第で漏れ具合変わるから天気、明日名古屋、あれ明日って月曜日、月曜日雨やな、雨やな、ちょっと明日は夜配信でお願いします。明後日はお昼にします。明日は夜、セーフ、分かった、セーフ、ピカピカにしよう、ピカピカ、雨やわ、室内の、そう、ちょっと雨の日はね調子悪いからね、夜しかできんわ。いや違うよ、本当にね、喋りがね下手になる、急に雨になったら49分で男女落ちたりか、ごめんごめん、不調になっちゃうから、でも毎日やりたいから、明日は夜です。何時にしようかな、同じ時間でもいい、ちょ、まあ時間決めたら
配信予約入れるので、よかったら少しでもいいなって思ったことはどこら辺かのハートをしてフォローしておいてください。50分だった、壇上読みます。来てください、信じてます。明日からもちゃんと見に来てくださいね、私の配信も見に来てなぁ、ほんと。よし、ランキング見ます。 OK、 痛い、ドライアイ。13位、柳屋さん、ありがとうございます。ちゃんとさん付けて読みますね、それまでは。12位、アンドハローさん、ありがとうございます。11位、ニーズのハイジさん、ありがとうございます。アトマークサイトもありがとうございます。10位、フニャインさん、ありがとうございます。9位、クワさん、ありがとうございます。アトマークラブシチュエーションもありがとうございます。8位、ビクラポンさん、ありがとうございます。アトマークラブシチュエーションもありがとうございます。7位、おつころさん、ありがとうございます。アトマークリカピチュエーション、ありがとうございます。6位、モナシャンさん、ありがとうございます。アトマークラブシチュエーション、ありがとうございます。5位、トムフリローさん、ありがとうございます。4位、鈴木さん、ありがとうございます。アトマーク愛知県、ありがとう、あ、間違えちゃった。3位、チョイスさん、ありがとうございます。2位、タケポヨさん、ありがとうございます。1位、リョウトさん、ありがとうございます。いつも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 ありがとうございます。ヤスさん、ありがとうございます。ありがとう。 あと2人で7000、じゃあ7000人いくか、みんな7000人で終わろう。ありがとうございました、本当にいつもいつもありがとうございます。私の意見は固まりましたので、それでお願いします。お疲れ様です。皆さん、ぜひ夢に私を登場してください。私の夢には出てきているのに、皆さんの夢には出てきてないというのはちょっと信じられないなって思うので、よかったら夢に出してください。お仕事とかいろいろ頑張りましょう。自粛も頑張りましょう。じゃあ最後にスクショタイム、はい、スクショタイム、はい、これヤンのカーですね。はい、カメラ見よう。どうですか？寝ててもショールーム違うよ。で、ね、夢ではちょっとパーリーナイトしてる。パーリーナイトは？ちょっと待って、ヤギス、あ、4000に超えました。終わります。じゃあ自己紹介しながら終わりますので、よければフォローよろしくお願いします。あの、大阪府出身の木内理香子って言います。出席番号じゃない、あの大学1年生の18歳でお願いし